売る側と買う側の信頼で成り立つ無人販売所。日本でもそこら中にあるというわけではないものの、少なくとも知識としては一般的なものであり、実際に目にして驚く日本人はそう多くはないでしょうか。そんな当たり前のことを海外の人々はどう見るのでしょうか。海外の反応、教育なんだろうな。こういう社会を作る源はブラジル。残念ながら教育は大部分の人間には欠けてる点だ。ブラジル。こっちだったらお金も野菜も持ってかれるわ。国籍不明。オーストラリアの田舎にも結構ありますよ。オーストラリア、無人販売が成立するなんて素晴らしいね。アメリカ、このシステムはスイスにもあったぞ。70年代、80年代に。ああ、遠い昔のことだ。スイス、私の国でもこれができたらどんなにいいか。ただ置かれてる商品を手に取り、お金を払う。うまくいくなら夢のシステムだよね。これは間違いなく日本だけだと思います。フランス、私の国だったら棚すら持っていかれる。ははは。チュニジア、無人販売所は多くの国の人たちが驚くようだね。俺の国でもいつかできるようになるといいけど。ブルガリア、ニューヨークでやれば興味深い実験になるかも。わっと、どうなるだろう。私としては大部分の人は誠実だと思ってるけど。アメリカ、この美しい投稿はシェアせざるを得ない。イタリア、驚異的で素晴らしい。素敵な話を教えてくれてどうもありがとう。イタリア、余った野菜を無駄にしない素晴らしい方法だね。アメリカ、ハワイにも無人販売所はあるよ。アメリカ、俺の国だったら野菜もお金も行方不明になります。マレーシア、無人で商売が成立するわけか。お互いを信頼してるからこそのアイデアだよな。ブラジル、スイスには至る所にあった。だけどアメリカでは絶対に無理でしょうね。アメリカ、オーストラリアでも一般的ですよ。画像みたいな可愛らしいお店ではないけども。オーストラリア、素敵だね。こういう話が大好きだ。オーストラリア、自信を持って言えます。私の地元じゃまず無理。アメリカ、日本だけじゃないよ。こっちでも田舎の道沿いに無人販売所がある。ニュージーランド、俺は先方と共にこの投稿を見た。こっちでやったら野菜もお金を入れた箱も周りの花も下手したら看板まで持っていかれちゃうかもしれん。アメリカ、シンガポールでも無人販売所は可能だろうか。シンガポール、信頼。お金じゃ決して買えない価値だ。インド、イングランドとウェールズで無人販売所を見たことある。その時は私の中で人間に対する信頼が回復した。イギリス、こういうの最高だね。私の家の近くにも無人販売所があればいいのに。オーストラリア、日本人は誠実なことで有名な民族だから。オーストラリア、無人販売所なんてイタリアでは不可能だよね。イタリア、イタリアでああいう無人販売所が可能になったその時こそ文化的な変革が起こったって言えるのかもね。イタリア、どうしてここまで他人を信頼できるんだろうか。イタリア、日本人は他人でも信頼できるんだってことを経験的に分かってるからなんじゃない。イタリア、メイン州にあるのを見たことがあったけど、部人でもちゃんと機能してるようだったよ。アメリカ、私の地元でもこういうお店を置ければいいのにな。実際のところこっちでも部人販売ってできるかな。カナダ、ケベック州にはいくつかある。だけど都市部ではほとんどないね。田舎だけ。カナダ、治安のいい日本に住みたくなる。チュニジア、俺の国にもあったよ。昔は良かったとしみじみ思う。オランダ、ヨルダンでも無人販売所を見れる日が来るといいな。
ヨルダン。世界中の国でこういうことができればいいのに。他人に対して愛と信頼と誠実な心がある証だよ。アメリカ。